ちゃ、こんにちは。さあ豊さん、はい、もう WBC 本番までカウントダウンがね、日に日に少なくなってきてますよ。でもキャンプをいろんなところを見るとさ、はい、やっぱり WBC に行くっていう選手は早いな、はい、調整が早いな。もうテレビを見てるだけでも、はい、まあ現地にも一回行ったけども、はい、早いな、自覚あるな、みんな。ピッチャー陣は、うん、その NPB の公式球と WBC の、 その公式球両方で調整をしているんですね。まあ、そうだね。でもね、ボール、まあ、ピッチャーのことを考えると、はい、やっぱ一球一球違うらしいな。日本のボールっていうのは、はい、手にかかる滑ることっていうのはほとんどない、はい、だけど WBC のボールっていうのはかかるボールもあれば滑るボールもある。雑なんですか。いやだから、いやそうじゃなくて、まあ、雑っちゃ雑かもわかんないけど、だからそれをあれこれ滑ると思ったら変えてもらうとかね。あ、そう、 OK なんですね。それをしないと、はい、まあダメだよね。だからまあ集合して、はい、まあ、コーチが何を見るかというと、うん、まず体がちゃんとできてるかどうか、うん、しっかり投げれるかどうか、はい、しっかり振れるかどうか、うん、それをやっぱまずはチェックするよね。となると、まあ新たにロッテに監督になった吉井監督が WBC コーチとして行きます。このあたりをしっかりと見る。まあピッチャーとしてはね、はいはい、まあバッティングコーチって言ったらバッティングを見るけども、はい、やっぱね、体ができてなくて急にやりだすと故障になるからさ、うん、だからそこら辺は自分でできたと思ってても、はい、他と比べてできてない部分もあるわけよね、うん、だからそれが出てくると厄介だよね、うん、やっぱしっかりやらせないと。そうですね、私このイメージだと、さあ合宿です、キャンプですっていうと、どうしてもあの2月1日のキャンプインの練習みたいなのを思っちゃうんですけど。いやいや、もうそれとは全然違う。どういうことをもう即この宮崎合宿でやっていくんですか。あ、まずある程度練習はメニューがあるよ、うん、メニューがあって選手に任せるよ。ある程度打ちたいと思う選手は言えば、通常10分のところをじゃあ20分打つか30分打つかって決めるよ、うん、はい、でノック、うん、いやこれ20分もいりませんと、うん、10分でいいですっていう、もう申告制の練習だよね多分、はい、だから全体的にやる練習もあるよ。もちろん投内連携って言って、はい、ファーストが取ってピッチャーにトスするとか、うん、はい、ああいう、まあ、その牽制のプレー、サインプレーだとかいろんなものを作ってやっていくからね、はい、だからそういう意味ではコンビネーションだな、まずは大切なのは。そうですね。ということは野手はそのちょっとバッティングの練習よりもその投内連携の方がちょっと多めになってる。いや、多めになるっていうか、はい、それは大事にする。あ、多めになるかどうかは別問題として、はい、やっぱこうボールの癖があるんだよね。それ例えばホームに投げるときは全くシュートしないのに、はい、守備練習でこうやってセカンドに投げてきたときはえらいシュートするとかさ、あ、そういう癖があるんだよ、やっぱ選手によってね、はい、でえらいホームに投げる球も速いけど、うん、こっちに投げる球もえらい速いなっていうやっぱ覚えとかないと刺されるからさ、うわーみたいな、はい、だからこいつはこう、こいつはこうってやっぱしっかり覚えとかないと、うん、大事なところでゲッツが取れなかったりだとか、うん、まあいろいろするし、はい、でお互いノックを受けてコンビネーションとか作っていくしね、はい、まずはやっぱコンビネーションだとか、うん、相手の癖だとか、まあ、そういうことを知ることだよね。オリンピックの時はチームのまとまった合宿の期間ってどのくらいだったんですか。1週間。短っ。1週間ぐらい。まあまあそれは、はい、もう体ができてだからね、シーズン中だったから。途中だっただからイタリア行って1週間合宿だよ。あ、合宿して、はい、でアテネ入って3日前ぐらいかな、はい、ぐらいに入って調整だよ。だからその間に守備練習だとか、はい、その投内連携、うん、もう打つとか守るとかシーズン中だからもう出来上がってるんだよ、はい、だからそんなに多くやらなくてもいい、うん、感覚をこう崩さないためにやるぐらいで、ただやっぱ投内連携だとかコンビネーションだとかはもう別のチームから集まってきてるわけだから、それは合わせるようにしたよね。それとサインを作ってこここういうサインだぞみたいなのはやったけどね。今回の WBC はやっぱりその開幕前、今キャンプ大体2週間ちょっとぐらいやってからのすぐじゃないですか。ちょっとやっぱ体のまだ作りだったりとか出来っていうのも
どう、まあまあ個人差はあるよ、やっぱり個人差はあっておそらくないとは思うけども、うん、出来上がってない選手は一人もいないとは思うよ、うん、まあ、例えば全力でちょっと走るのを抑えてたとか、うん、そういうことはないと思うよ、うん、もう全力で走ってるし全力でバットも振ってるし全力で投げてる、うん、だからまあそこら辺の心配はないんだけども、仮にそうじゃない選手がいたとしたら、やっぱ見極めないとコーチが、迷惑なことだし黙ってたら分かんないだろうっていうような選手もいるかも分からない、それは故障につながるか ら、 だからそこだけはやっぱ避けてほしいな。そうですね、うん、だからそこら辺は目を凝らしてやってほしいということだよね。あとそのサインプレーだったり、党内連携 の、 そのサインだったりっていうのは一流の選手が集まるとどのぐらいで覚えるものなんですか？すぐ覚える。すぐですか？それとすぐタイミングを合わせていくよ。さすが、さすが、すごい。いや、いやただ、はい、例えばダブルカットにするのか1枚カットにするのかとか、いろんなチームの決め事があるからね、はい、だからそこら辺はこうミーティングで決めていったりだとか、うん、そしたらミーティングで決めたことを次の日練習で試してみようとか、はい、まあそういうことはあるよね、多くね。あとイレギュラーで言えば、例えば岡本和真選手、はい、普段サード守っているけれども今回のジャイアンツのキャンプの方でレフトもやっていて、この WBC レフトで出るのかなっていうのもファンは思っていたりとか、その練習とか、まあ予選で、はい、まあ、チェコとか、うん、はい、まあ、いるけど多分そう大したことないと思うんだよね。いや、それはね、イメージ的にね、で、まあ、データも集めてるだろうし、いや、これはとてもじゃないけどみたいな、そういうチームかもわからない、ただ予選は勝ち上がってきてるわけだからな、そうですね、まあ、そこそこの形は持ってる、ただし、岡本がレフトやったところで、勝敗に問題が出るような守備はないだろうみたいな。まあチェコだったらっていう予測ですよね。そう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 、うん、だから外野手っていうのは少ないし登録が、はい、だから岡本ちょっとバッティング打席に立つために行っといてくれみたいな、うんうんうん、まあ、そういう感覚で使うところもあるよね。そうするとレフトでの、まあ、守備練だったりとかが多めになってくるってことですよね。そうだね、うん、だから山川もサードで必死に受けてて、はい、WBC ではあるんですかみたいな聞かれてる、まず 100% ないでしょ。俺も思ったけどね、思ったけど、まあだけど、はい、でもゼロでは俺はないと思ってて、うんうん、はい、まあ、チャンスがあったらそういう機会もあるかもわからないよね。そうですよね、まあ、それとね、合宿とか、はい、まあ、試合とかあるけども、やっぱね、一番大切なことはチームが輪になることだよね、はい、これには何をするんですか？いやだから、うん、何がきっかけかわからないんだよ、輪になるっていうことが、うん、だから我々の頃アテネの予選の時に、はい、やっぱり長嶋監督がやっぱり輪にしなきゃいけない、うん、どんな優秀な選手を集めても輪が取れてないとやっぱそこからほころびが出ると、はい、じゃあどうしようか、まあ、誕生会やってみんなでね、ケーキを囲んで、うん、ビバイジェイジェイみたいな、はい、おっさんの声で、はい、おっさん同士歌い上げて、はい、なんかわけのわからないケーキを食べてみたいな、おめでとうなんて、これじゃね、ならないんだよ。ならないでしょ、ならない、はい、やっぱね、試合で劇的なこと、それが一番だね。小笠原が調子悪くて、小笠原が台湾戦でタイムリーヒットを打ってくれた、みんながガッツポーズをした、2年連続で首位打者を取ってきてたんだけど絶不調だったんだよ、うん、で長嶋さんがそのバッティングに惚れ込んで3番を打つっつって招集したんだよ、はい、それは意義ないよね、異論ないよ、だって2年連続パ・リーグで首位打者を取ってんだ、はい、いや3番どうぞみたいな、小笠原が献身的に練習するけども全く調子が上がらずに8番ファースト小笠原だよスタート、小笠原大丈夫かってモチベーションがあって、はい、うん、いや2年連続取材して取ってるでしょ、うん、いや大丈夫です、勝ちに来ましたって言ってくれて、はい、あそうか、じゃあ頑張れよってみんなで応援してて、うん、やっとタイムリーが出たんだよその時に、はい、初ヒットが、うん、そしたらみんなが喜んでガッツポーズして、ね、うん、チェンジになって小笠原のところみんなでこうやって頭叩いて、はい、そっからだなチームは一つになった、一つになった、じゃあ試合での何か一個の出来事、うん、とかきっかけがあるはずなんだよ、はい、そのきっかけを逃さないでほしいなと。これはやっぱり試合に入ってからの方がやっぱりよりチームになるっていうのは、うん、そうだね、大きいかもしれない。だから WBC 優勝した時にでも、はい、韓国がね、はい、自分の国旗をマウンドに立てたと、うん、ありました、ね、それを見てみんなが憤慨をしてて、うん、イチローが激怒して、うん、ね、あの時からだよね多分一つのチームが一つになったの、うん、よし見とけよみたいな、あれで一つになってイチローの決勝タイムリーが生まれるというね、ああいう劇的なことがやっぱりチームの輪が作り出すよ、うん、
そうですよ、ね、まあ、イチローが打ったからイチローの実力だろうと思うけども、イチローもみんなのために日本のために、うん、もうマックスだったと思う、はい、人生これだけ集中したことあんのかっていうぐらい多分してたと思う、はい、それはチームの輪が生み出すというね、はい、ことだったと思うんだけども、うん、まあ、だけどそういうふうな輪をどう形成していくか、うん、これは大事なことだと思うな。そうですよね、うん、どんな優秀なね、うん、人が集まったとしてもその輪にならないと絶対弱いって、うん、そうですよね、うん、だ1本の矢じゃなくてその3本の矢っていう、うん、やっぱりこう結束力っていう、いや大事だな、事、ね、うん、あとちょっとピッチャーに話がいっちゃうんですけれども、うん、ピッチャーの調整方法っていうのは例えばもともと先発で来てる人が先発で来てるならなんかすんなりいけそうなんですけど、先発で来てて中継ぎ来てる選手たちっていうのはどういう調整方法に変わっていくんですか。まあ、調整方法っていうのはあんまり変わらないけども、うん、球数をあんまり投げれないよね、先発をするときに、はい、まあ、20球でできる人もいれば30球でできる人もいる、はい、でもブルペンでそんなに多分投げれないと思う、うん、投げるかもわからないけども、はい、早く肩を作れるような、うん、まあ、調整をするかもわからないね、まあ、いわゆる第二先発候補と言われている、うん、本来なら先発投手たちですよ、ね、だから試合がプレーボールって始まって、はい、試合をこう観戦するわけじゃない、観戦しないかもわからない、もうずっとだからやっぱ動いてるかもわからない、ずっと、あ、例えばストレッチしたりだとかさ、はい、ゆっくりキャッチボール始めたりだとかさ、うん、多分すると思うな、うん、うん、やっぱリリーフに慣れてる人っていうのはこう戦況を見ながら、あ、もうそろそろ来るなって計算立つと思うんだよ、よしよしみたいな、10球ぐらいでいくからね、すごいですよね、早い人は肩ができるのはね、うん、だから、まあ、そういうような調整を考えるかもね、うん、もうあの合宿に入ったらもうすぐに投手陣たちはすぐブルペンでどん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 順番に順番に投げていくっていう感じになるんですよね、まあ、そうだよね、きっと。あとはまあサインだったりとか、まあ、まあそうだな、うん、まあ、攻撃のサインもあるしね、まあ、いろいろ、まあ、やることは山積みだけども、一番大切なのはやっぱりこうチームを輪にするという、ね、うん、まあ、その作業が一番だな。そうですね、うん、そしてその輪になるきっかけとなる試合が一体どこに分岐点、まあ、試合なのか、それとも誰かの言葉だったりだとかさ、するのか、はい、だからここら辺はやっぱこう後で分かることだけども、そこら辺の調査はしてほしい、調査は見たいよ ね、 見たいですよね。だから優勝するときには必ず輪になってるから。そうですよ、ね、でも優勝できなかったら輪を形成する前に負ける、そういうものなんだと思う。アテネに負けたときはそうだった、あ、そうだった、最後まで輪ができなかった。やっぱその輪って大きいですね。大きい、だから感じるもんなんだよ、で選手はあんまり感じないかもわからないけど、はい、首脳陣は絶対感じる。いや、これはまずいって、なんとかならんかなとか、はい、いろいろ考える。そうなんですね、うん、首脳陣、コーチ陣も大変ですね、うん、だからまあ団体競技っていうのはやっぱ個人の力では勝てないしね、はい、うん、だからまあ輪をどう作るのか、うん、まあ、ちょっと見ときたいな。そうですよね、しかもあの宮崎キャンプの、うん、まあ、入場券無料なんですけど、はいはい、もう即完売だったらしいんですよ、まあ、そりゃそうだろう、当日券ももうない、 あれだけのメンバーが集まるわけだから、だからあの券が当たった人たちはその練習をあの3万人で見られるわけじゃないですか。どんな練習してるのかとか羨ましいですよね、見れるのが。まあそんなね楽しい練習はしてないよしてないですか。もうとにかく黙々とこう、はい、メニューをこなしてるっていう感じだよ、ただやっぱり能力の高い選手が集まってるからね、はい、だからそれなりのものは見せてくれると思う。大体フリーバッティングでお金が取れる選手がたくさんいるし、ですよね、ブルペンで投げてるだけで金が取れる選手が投げてるわけだから、はい、それは楽しいと思う。そうですね、ファンの皆さんもね、この合宿をちょっと堪能、ぜひ、まあ、してほしい、はい、してほしいなと、はいはい、思います。